小月紗さ子は、元小竹歌劇団の男役スター。東京都出身。本名は、田口秀子。前列中央右が、小月1936年、小竹少女歌劇学校に4期生として入る。同期に、あけぼの、ゆり、並木きみち子、加藤春子、月城、秋子、矢口陽子、らがいた。1937年、小竹少女歌劇団に入り、 同年完成した東洋一の大劇場、浅草国際劇場の落とし公演、第8回東京踊りで初舞台を踏んだ。1944年に幹部に昇進し、1946年頃に大幹部に昇進。戦後、カルメンのタイトルロール、サルトビサスケケンラン城へ行くのさゆり姫で人気を集めた。その後も、リオグランデ、カルネバルイタリアーホリデイン。 バリーなど多くの舞台に出演。踊る竜宮城や松竹歌劇映画、夢をめしませ等のミュージカル映画でも活躍している。1973年には芸術戦消門部大臣賞をデビュー会では初めて受賞した。1980年に松竹歌劇団を退団。1981年に松尾芸能賞を受賞。退団後は更新の指導に当たった。 1987年に死守法省を受賞。2012年12月3日、廃棄種の試し去。89歳没。ありがとうございます。